38式不標銃、38式不標銃,銃、38式歩兵銃、38式歩兵銃は1905年に陸軍で採用された日本のボルトアクション方式小銃である30年式不標銃を改良して開発された日清戦争で主に使用された村田常吉開発の13年式、18年式、村田単発銃に代わる ありさかな明開発の近代的な国産連発式小銃である30年式不標銃は1904年、明治37年から翌1905年にかけて行われた日露戦争において帝国陸軍の主力小銃として使用された。30年式不標銃自体は当時世界水準の小銃であったが満州軍が中国大陸の戦場で使用してみると同地が 設計時に想定した以上の厳しい気候風土であったことから不具合が頻発した。このため、有坂の部下として30年式不標準の開発にも携わってい南部記次郎が中心となり本銃の開発が始まった。あくまで30年式不標準をベースとする改良であったため、銃自体の主な変更点は機関部の部品点数削減による合理化のみであり、 また防塵用の遊定費、遊定服、ダストカバーの負荷や弾頭の戦闘が30年式実報から38式実報へ使用弾薬の変更を行っている詳細。この改良は順調に進み、本銃は1905年、明治38年の仮正式制定、採用を経て、翌1906年、明治39年に正式制定された。 部隊配備は日露戦争終戦後の1908年、明治41年3月から始められ、約2年ほどで30年式不標準からの更新を完了している。本銃の初の実戦投入は第一次世界大戦、ジンタオの戦いなど日独戦争であった。以降、38式婦標準は日本軍、海軍にも供与の主力小銃としてシベリア出兵。 満州事変、第一次上海事変、日中戦争、シナ事変、超古本事件、ノモンハン事変等で使用されている。途中、1938年、昭和13年から大口径実砲である7.7メートル MX58 弾、99式普通実砲を使用する、磁気主力小銃が開発され、これは1939年。 昭和14年に99式短小銃及び99式小銃として、仮式制定、採用、両銃のうち99式短小銃が量産され38式不標銃の後続として順次部隊に配備された。そのため38式不標銃は1942年、昭和17年3月をもって、名古屋陸軍造兵将において生産終了したが、時局の不都合や、 国力の限界から完全には38式から99式へと更新することができなかったため、第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争においても99式単小銃と、共に日軍主力小銃の総壁として使用された詳細。満州国では1935年よりも式小銃を製造していた法天交渉、南万陸軍造兵将にて、 現地生産が始まり、日本国内、朝鮮の二川陸軍造兵将を含むでの生産が終了した後も、1944年、昭和19年まで生産が行われていた。満州での現地生産品は、シリアルナンバーの後ろに、法典交渉性を示す刻印が入っている以外は、国内製造品との差異はない。総生産数は、約340万であり、 これは、日本の国産銃としては最多である99、式炭小銃は約250万丁。また、長期間にわたって主力小銃として使用されていたため、機銃、機兵銃型、単銃新型、狙撃銃型など多くの派生型も開発、使用され、詳細、外国にも多数が輸出されている。正式名称たる38式不標銃の38、 式の正式な古称は、三八式、三八式歩兵銃である。しかしながら、語呂がいいことから、三八式、三八式歩兵銃と称されることも多い。また、三十八式小銃という名称も、不標銃と機銃を統一した九十九、式季炭小銃が採用される春改善である、大正時代初期頃から、すでに陸軍内部では、艦が登場総部においても、 反抗式的に使用されている。なお、英語圏を中心とする日本国外においては、タイプ38ライフル、アリ坂タイプ38ライフル、アリ坂 M1905 ライフル、アリ坂 6.5mm ライフル、または、単純に、アリ坂ライフル、アリ坂ライフルと呼称されることも多い。本銃の開発は、南部記次郎陸軍砲兵調査によって行われたものであるが、 原型となった三十年式不標銃の開発者が、有坂成明ら陸軍砲兵大佐であることによる、日露戦争における主力小銃であった三十年式不標銃は、機関部の構造が複雑な上、分解結合の際に激震、ファイアリングピンが折れる故障が、時折発生した。また、戦地の満州をはじめ中国大陸が、開発時の想定以上の厳しい気候風土であったため、 大陸特有の細かい砂人が、機関部内に入り込み作動不良を引き起こした。こうした欠点を補うためも含めた主な改良点は、機関部の構造の簡素化、遊定と連動する遊定費の負荷、38、式実法の採用、扇点式焼尺の装備、断層底の落下防止、断層発情を、コイルスプリング化、板ネに変更、手袋着用時のための用心鉄、 トリガーガードの拡大である。中でも機関部構造の簡略化は、画期的なものであり、マウザーの5ベア98よりもさらに3個も、部品数の少ない、計5個の部品で構成されている。反面で、激鉄、激震の交担が露出していないため、銃が激発状態にあるかどうか、外部から、目視確認することはできなくなった。薄い後半性の遊定比は、 銃から遊定を抜いた状態で容易に脱着可能で、あるが、銃に適合していないと、振動や衝動によって、騒音を発する場合がある。また、1921年、大正10年4月に発サビ防止のため、市場、ライフリングを6畳から4畳に変更する改良も、追加で施されている。当時の日本の技術水準に合わせ、構造は、ごく単純化されていたが、 主に最終工程の組み立てにあたっては熟練の工員の手により調整していくしかなかった。先進列強各国の兵器において取り入れられ、始めていた部品の互換化は工業水準の低さにより完全に行うことができなかった。日本が小銃の部品を完成を実現するのは、後継の99式小銃、99式小銃まで待たねばならない。 木材部分には国内産のクルミが使用されている。重傷部は耐久性向上のためにこの木材部を上下に組み合わせている。金属部分、特に重心鋼材については、軍用銃には珍しいタングステン合金重心鋼、高速度鋼が使用されている。この重心鋼材は、八幡製鉄所で精錬し、鋼材を各工商、陸軍造兵廠で加工した。 重心鉱材を国内精錬とした初めての銃で、あるが原料は国内調達ができず、タングステンこそ山口県産の銃石鉱を使用したが、鉄鉱石は中国の安山産を使用している。また、重心鉱の製法特許はオーストリアのボーレル社から取得している。また、重心には製造工数は増えるが、耐久性の高いメトフォード型ライフリングが掘られていた。 重心の寿命は、発射数8000発程度と想定されていた。完全軍装の不評は、弾薬5発を1セットにした、相談し、クリップを30発分収めた前後弾薬項、前身頃に2つ、また60発入りの後、項1つをそれぞれ皮帯ベルトに通し、計120発を1機数として計した。は30年式定時に合わせて、 制定された30年式重剣を使用する。基本的に補給効率を考慮して38式不標銃を装備する中隊には、同じ38式実砲を使用する38式機関銃。1923年、大正12年から1940年、昭和15年にかけては11年式系機関銃。 内視1930年代後期から敗戦までは96式系機関銃、99式単小銃、小銃装備部隊には99式系機関銃が配備される。日中戦争以降、1930年代後期以降、帝国陸軍は1937年の不評相転層案で本格的な分隊疎開戦闘にこう当時の帝国陸軍の不火力の中心は、 軽機関銃と銃的弾頭であり、一個小体には、小銃のほか、第一から三分体に、軽機関銃一丁と、第四分体に八十九式銃的弾頭三門が、定数であった。また、一個大体にはこれに重機関銃、九十二、式重機関銃十二丁を要する一個機関銃、中体、不標法、九十二式不標法内死九十七式、 局射不評砲2門を要する代替砲小隊が付随する。さらに、連隊、不評連隊には、三砲、四十一式三砲4門を要す、連隊砲中隊、対戦車砲、九十四式三十七ミリメートル砲4門を要す、即射砲中隊が加わり、不評代隊に直接、間接協力するため、日本軍は三十八式不評銃のみで戦ったという。 話は誇張されたものである。第二次大戦期における主要各国軍の小銃は、総じて19世紀末期から20世紀初頭に開発、採用されたもので、これらは38式不標銃及び、原型の30年式不標銃とは、同世代である、ドイツ国防軍のマザー K98 キロ、ソ連同の赤軍の模ンラガン M1891、30、 イギリス軍のリー・エンフィールドナンバー 4MKI、イタリア王国軍のカルカの M1891、フランス軍のルベル M1886。ボルトアクション式小銃は1900年前後に、すでに完成の域に達した重火器であり、各国はその時代の小銃をベースに、細かな改良を施しながら、第二次大戦終戦しばらくは主力装備として扱っている。アメリカ軍も、 半自動小銃たる M1 ガーランドの配備遅延により、1942年中頃、第二次大戦初中期までは、ボルトアクション式のスプリングフィールド M1903 が、以前主力小銃であった。例として第一次フィリピン戦では、アメリカ極東陸軍が、ガダルカナル島の戦い初期には、アメリカ海兵隊が、この M1903 で、日本軍と戦火を交えている。また、 上述の通りドイツソ連イギリスイタリアフランスでは一貫してボルトアクション式小銃が第二次大戦における小銃種の主力火器である第二次大戦期にソ連ではトカレフ M1940 ドイツではバルターグ43の半自動小銃とヘーネル STG44 の突撃銃が開発採用されているがいずれも少数生産に終わっているなお日本を含む 第一次大戦以降の各国陸軍の戦闘ドクトリンにおいて、小銃種が多数を占める者の,の不評火力の要は、小銃ではなく、機関銃、軽機関銃、重機関銃、汎用機関銃である。第二次大戦後、三十八式不評銃の多くは九十九式単小銃などと共に連合軍に接収され、大半は廃棄処分された。しかし、一部の者のは、 警察予備隊が使用していた時期がある。また、全国各地の陸上自衛隊駐屯地内に、併設され主に陸自が運営する、資料館、資料館、記念館が、本銃を筆頭に、多くの帝国陸軍の銃器、下方、軍服、軍刀などを収蔵、展示している。日本国外で廃棄されず流出した38、式不標準は、稼働状態で、一定数が現存しており、 多くは愛好家や博物館が収蔵しているほか、アメリカやカナダではスポーツライフルとして流通しているものもあ、これら愛好家向けとして実車にはフィンランドのノルマ社が製造している6.5メートル MX50 弾が主に使用されている。これらの一部は再び日本に戻り競技用や狩猟用として正規に所持されているももわずかに存在するほか、無稼働時中として 処理を経て売られているものも存在する。東南アジアでは今でも現地住民によって狩猟などに使われており、反政府武装勢力が実践で使用している例もある。2009年、平成21年には、介護老人保健施設使用は埼玉県かすか市で行われている認知症短期集中リハビリテーションにおいて38式不標準のモデルガンが用いられていることが 報道をれた。施設において、戦争を体験した入所者に38式不標銃のモデルガンを見せたところ、それまで座ってばかりだった入所者が、モデルガンを背負って歩き出すなどしたといい、また、38式不標銃を題材とした改装法も、効果を上げているという。38式不標銃は、数多くの改良型、派生型が開発された。38式不標銃をもとに、 騎兵用に基銃として全長を約3 0 0、mm、トル短くしたもの。正式名称は基三38式基銃であり、機兵銃三38式機兵銃ではない。騎兵が装備する競技の基銃としては数年後に開発、採用された44式基銃に更新されているが、砲兵や市長兵といった同様の乗馬本軍兵種では主力として使用された。 また、取り回しが便利な軽便銃として、公兵、通信兵、戦車兵、憲兵、飛行船隊に付随する、飛行場代隊警備中隊などの支援兵か、兵種や、部隊や、一般の不評でも使用された。38式機銃をもとに、機銃として特化させたもの。折りたたみ式の銃剣、スパイクバイオネットを備える。正式名称は、機銃。 四十四式機銃であり、機兵銃、四十四式機兵銃ではない。三十八式不標銃をもとに、取り回しが便利な軽便銃として、重心を切り詰めたもの。全長は三十八式不標銃と三十八式機銃の中間ほど。三十八式不標銃をもとに、狙撃銃として三十八式不標銃の生産ライン途中において、 重心精度の高いものを選び出し、狙撃眼鏡、97式狙撃眼鏡を付すなど、改造を行い狙撃しようとしたもの。1938年2月に仮正式が上進され、1939年3月7日に正式制定された。97式と刻印がなされている。97式狙撃銃の生産と同時に、38、 式季不標準として、すでに生産済み、ロールアウトのものの中から、重心精度の高いものを選び出し、九十七式に、順次多改造を施したもの。三十八式と、刻印がなされている。三十八式不標準の半自動小銃化も、考えられており、かやば製作所、現、KYB が1931年、昭和6年に、 半自動化回収に関する特許申請を行っている。これは既存の38式不標準の機関部を取り替えるだけで半自動発射機構を可能にするという回収方法であった。外見上では20発断層、半自動化の機関部、機関部にリコイルスプリングケース、マガジンキャッチが追加されているなどが特徴であったが計画のみとなり想像図しか残されていない。なお、 似たような改造を行った小銃として、フィダー線自動小銃が挙げられる。99式単小銃をベースに試作された姿勢100式小銃に次いで、帝国陸軍の落下3部隊である、挺身部隊向け小銃として38式機銃を元にして試作されたテラ銃。38式テラ銃と呼ばれる場合もある。ドイツ高架両兵向けに製造された、 カー98キロのフォールディングストックモデルである G33-40 を参考に落下山降下時に小銃を不便なく傾向できるように同銃同様の折りたたみ重傷を採用した重傷の悪波部分に蝶つ害が,が設けられ右側面に折りたたむことで全長の短縮が行えた折りたたみ重傷の固定は缶抜きと蝶ネジの併用で行う構造であったが 折りたたみ部の強度に難があり、数多くの射撃の衝撃には耐えられなかったことから、本銃の開発も姿勢100式と同様に少数の試作に終わった。なお、G33-40 は姿勢1式よりも完成度は高かったものの、こちらも本格的な量産には至ってはいない。日本ではこの後、99式単小銃をもとに、機関部全部を二分割とした2式小銃が、 正式採用された。また、後に百式機関単銃の空手向けし作品でもこの構造が転用され、百式機関単銃特型としての研究が行われた。単射程の強作射撃実砲が発射できる操作法などの強練用を練習銃としたもの。実践用の実銃と区別するため、小銃下帯の下部に接して、エナメルで全周にわたり幅約2センチメートルの 赤色汚染を施している。日本特殊鋼等の民間メーカーが製造したものも存在し、学童の軍事教練にも使用された。伊沢式や金山式など、教練系機関銃の製造も手掛けていたメーカーによるものも多い。戦車砲の射撃訓練用として用いられたもの。内藤銃等の表記は、ガツ編に等と称す。第一次大戦中から戦後にかけて、 オリジナルの 6.5mm 弾38式実砲のまま、または輸出国の使用している弾薬、7.92mmx57 マウザー弾などに合わせて改造され、多くの38式不標準が輸出された。輸出先はイギリス、ロシア、一部は独立したフィンランドなどに引き継がれるメキシコなど数カ国にわたる。これらの国との取引は、 政府間で直接、あるいは民間の商社を通じて行われた。1923年より1928年まで、太陽国向けに852メートル MR 弾仕様の38式不標銃が66式小銃として約5万丁輸出された。太陽国軍は66式以前にも、1903年から1908年にかけて98の デッドコピーである46式小銃、シャムモーゼル、サイミーズマウザーとも日本から輸入していた。46式は850メートル MR 弾使用であり、66式とは実行の互換性がない。38式機銃から派生した最末期の製品である。生産数は不明ながらアメリカに比較的状態の良いものが残されている。民間製造品とも呼べるもので、 デザイン、構造に一部相違点がある。生産も日本本土ではなく、日本軍占領下の中国、北平、北京で行われた。北市十九式の38式機銃との相違点は、下記の通りである。後述のコピー製造品と異なり、日本軍勢力圏にて、日本人資本による製造であったためか、大戦末期に、三世省の第一軍機下の独立混成第三。 旅団に配備された証言が残っている。38式不標銃は中国の軍事工場において第二次世界大戦中国民党軍向けのコピー製造が行われた。現在知られているものは下記の四種である刻印が縦書きの六十五歩槍となり菊門に相当する刻印はない重傷は上下分割されていない。38式機銃に近い長さのものも存在する。 欧米圏では6-5インファントリーライフルと呼ばれる。国印が縦書きの918式となり、菊門の代わりにハートの中に丸を配した国印が刻まれている。欧米圏ではタイプ918ライフルと呼ばれる。欧米圏でタイプランライフルと呼ばれているもの。ランは国印からラン修士の略ではないかとされている。 38式をベースとしているものであるが、各部に38式との明確な相違点が見られる。重心長は 1084mm と38式不標重と38式基重の中間程度の長さであり、99式単焦重に近いもの。ただし、38式単焦重とも異なる長さである。照尺もも 2000m までの38式には存在しない。 長さのものが装備されており、着剣装置とフロントバンドは、g 98に類似したので、30年式銃剣は装着できない。重傷材質が g 98と同じオールナットのため、欧米圏では、タイプ全 C、ショートライフルの名称とともに、g 98の重傷にアリサカアクションを乗せた銃との説明がさていることがある。レシーバーに縦書きされた、カノトミ式の刻印。 聞クモンに相当する刻印はないから、江戸のカノトミ年間より製造されたものではないかと推察されている。上述の通り、急に本軍を代表する銃であるため日中戦争や太平洋戦争の陸戦を扱った作品のほとんどに登場する。また、前身である三十年式不標準の小道具の入手が困難である。関係上、日露戦争を描いた作品でも、 代用として使用されることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。